このビデオではポリゴン要素に使用される破線の拡張機能をご紹介します。以前は円弧、ポリライン、またはスプラインセグメントの破線パターンを終了し、また間隔を置いてセグメントを開始することができました。このような場合、頂点には線分がありません。拡張されたアルゴリズムによる破線の新しい表示方法を見てみましょう。平面図には4種類の線種があります。 これらの 2D 要素は、線、円弧、ポリラインとスプラインツールを使用して作成されています。ご覧の通り、4つの要素は全て同じサイズの線で開始、終了し、パターンは要素の中央から対称に分布しています。要素を自由にストレッチしたり変更したりすることができます。パターンの配列は常に新しいアルゴリズムに基づいていて、 頂点には常に線分が存在しています線を選択し、線の種類を点線、密、に変更します要素は点で始まり、点で終わります線タイプを点線と破線に変更してみますパターン分布はセグメントの中央から対照的です 破線パターンが頂点でギャップがあるまま終わることはありません。ポリラインツールには他にも改善が施されました。ポリラインが選択されるとブレークポイント表示されます。ノードまたはブレークポイントに中間点配列アルゴリズムによって間隔を置いたパターンができる可能性もあります。このような問題を避けるために ポリラインン設定に新ししいオプションができました。点線タイプを使用するとアーキキャドはポリライン設定で専用のオプションを使用してポリラインノードで破線パターンを処理しますデフォルトの動作では連続オプションはポリライン全体に点線パターンを配列します分節別オプションはセグメントごとに破線パターンを配列しますそのような一貫した分布は セグメントが直線であるか円弧状であるかに関わらず、セグメント間で実行されます。これにより、確実にコーナーポイントに線パターンが表示されます。このオプションは破線タイプでのみ使用可能です。ソリッドまたはシンボル線タイプを選択すると、これらのオプションボタンは無効になります。2D 外観を持つ 3D 要素は、スラブ、メッシュ、屋根、 シェルまたはゾーンなどの典型的なポリラインセグメント化された外観も使用します平面図に配置されたスラブの辺を修正するとき頂点には常に線セグメントが存在しますスラブの穴を切断する時も同様です 新しい破線表示のより自然で新しいアルゴリズムによってゴーナー濃度または頂点が欠落する可能性が低くなりました。